はい、こんにちは、三原です。今回はバスケットボールの理論、トライアングルオフェンスの第2回目、トライアングルとは何かというお話になります。前回の動画ですね、NBA で非常に成功を収めたトライアングルオフェンスというのは、マイケル・ジョーダンとかシャキール・オニールとかコービー・ブライアントとか、こういう圧倒的なスコアリング能力のある選手ですね、こういったスーパースターがいるチームに対してダブルチームに行きにくい。スーパースターがいて、これをダブルチームさせない、そういう仕組みのため非常に大成功を収めたという話を前回しました。で、今回はその実際の動きを少しずつ説明していきたいと思います。はい、リングがあって制限区域があるというところで、中心となるのはセンターのポジション、ローポストのポジションですね。ここです。5番とします。で、ここへパスをするために、普通45度から入れることが多いと思うので、ここに2番の選手がボールを持っているということですね。で、普通はここのセンターのところの周りを空けておくんですが、このトライアングルオフェンスで面白いのは、ここのコーナーに1人置くと、ガードの選手をコーナーに置くということが面白いところです。はい、で、こういう形ですね。この5、1、2のこれが、いわゆるトライアングルということで、必ずこの形を作ってから攻めるというところから、このオフェンスの名前があります。はい、トライアングルをこういうふうに作ると。で、もう2人ですね。もう2人の選手はどうするかっていうと、リングとリング結んだ線でこうコートを半分に考えたときに、こっちのトライアングルサイドに対して反対側ですね、反対側のトップに1人、それから逆の、ローポストポジションですね、ここのところに1人というふうになります。はい、トライアングルオフェンスの立ち位置としては、ボールを持っている45度とローポスト、そしてコーナーでトライアングルを作る、そして反対サイドはトップとローポスト、アウトサイド、インサイドに1人ずつという形になります。で、この形から一番得点能力のある選手に、基本はここですね、ここのローポストの選手にボールを入れたり、それからボールを逆に展開したりして、攻めるわけですけれども、これを、この立ち位置がトライアングルオフェンスのまず最初のスタートだというところを押さえておいてください。はい、よろしいでしょうか。で、こういうふうになっていると何がいいかっていうとですね、全てが等間隔でいるということなんですよね。なので、例えばですね、1番にマークがついている、で5番にマークがついている、で5番にパスをした時に、これがダブルチームに行ったとします。ここにマイケル・ジョーダンがいたとして、ジョーダンにボールを入れてシュートさせようとしたらダブルチームに行ったとする。そうしたらですね、非常にパスをしやすい、だけれどもディフェンスにとっては届かないような適切な位置に必ず味方がいるんですね。ここにボールを返したら、ここからスリーポイントが打てるとか、それからここにボールがあるときに、この4番の選手のディフェンスが寄ったらですね、この4番の選手が必ずノーマークになるとか、ダブルチームに行ったら必ずどこかが空くと。2人のボールのところに2人行ったら必ずどこかが空くという立ち位置になっているというのが狙いです。だからこの等間隔にみんながいるというようなイメージです。で、これは4番プレーヤーはディフェンスがこう張ってた時にハイポストに上がれるというような意味合いになるので、この動きについてはこの第3章第4章でお話しますけれども、こういうふうにハイポストに上がってきたりすると、やはりここも等間隔、ここも等間隔、ここも等間隔というような、非常にですね、パスを回しやすい、ダブルチームに行ったら隣が必ず空くというような、オフェンスになっています。例えばですね、これがこういうオフェンスってあると思うんですけど、5番がいて2番がいて1番がいると。で、パスを入れました。そしたら2番がクリアする、よくありますね。こういうふうにした時にボール持ってる人守ってて2番はこっちに行ったという時に、この1番の選手がバッとダブルチーム行ったりして、周りがこのまま止まっているとここ潰された時にパスさばくところがないわけですね。はい、こういったことを解消するために必ず等間隔のトライアングルをこう作っておくというのがトライアングルオフェンスの狙いということになります。はい、なので、最初の立ち位置がローポスト、コーナー、ウイングのトライアングルと、逆サイドはアウトサイド、インサイドという、こういう立ち位置がトライアングルオフェンスの最初になるということを、覚えておいてください。はい、今日はトライアングルオフェンスのトライアングルとは何かというお話になります。はい、今回の動画をですね、最後までご視聴くださり感謝しています。何らかあなたのお役に立てたのであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですね、何かリクエストがあればコメント欄にてお待ちしております。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学でした。それではまた。